ピーラジオ沖縄は今日もエフェムアダチのサテライトスタジオから公開生放送でお送りしております。今日のゲストはこちらの方です。ラッパーの雄大です。よろしくお願いします。雄大さん、窓の外見てください。たくさんのファンの人が集まってくれてますよ。いやー、マジでありがたいっすね。活動できてなかった1年間待っててくれたファンのみんなにはもう感謝しかないっす。そうですよね。ちなみにもう大丈夫なんですよね。はい、もうしっかり話し合ってそういう人たちとの関係は立ったんで大丈夫です。本当に大丈夫です。当たり前じゃないですか。今日のテーマは最近ゾッとしたこと、僕は今です。ユダさん、あれはそういう人ではないですかね。違いますよ。みんな僕の大切なファンの方々です。だとしたらちょっと体の向きおかしいかもしれない。だいぶ背中しか見えてないんで。何ですか？見てあげてほしいなっていう。あ、それはちょっとできません。だとするとってなっちゃうんですよ。ごめんなさい。あ、ほらもう CM 開けるんじゃないですか。あ、これ。そうですね。ほらほら、早く早く、はいはい、すみません。ほら、はい、はい、それではここからはリスナーから届いた雄大さんへのメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム縦読みにしてねさんからです。これからもロックに生きてね、素敵です。 CM 入ります。皆さん、そういう人じゃないです。そういう人じゃない。何回 CM 入ってるんですか。放送事故になっちゃいますよ。事件の可能性が出てきたので。早く放送しましょう。お願いします。早く。はい、それでここからコーナーに行きたいと思うんですが、あれ、最前にいたなんか特徴的なファンの方帰っちゃったみたいですね。え、マジっすか。はい、なんか変えた変えたって言ってしまうとなんですよね。危ねー。一応放送中なんで。危なかったっす。はい、ファンの人はファンの人なんですよね。ファンに決まってんじゃないですか。何言ってんすか。嬉しい。嬉しい。一件落着。一件落着。嬉しい。よかった。あ、みんなうちわ持って応援しに来てくれてるじゃないですか。あ、そうなんですよ。みんなありがとうね。なんか見てほしかったんですよ。マジ頑張るからさ。ありがとうね、みんな。ありがとう。あ、嬉しい。ちょっと、CM 入りまーす。やっぱそういう人ですよね。ごめんなさい、そういう人です。だからずっと追われています。何かのカウントダウンが始まりました。あ、一番やばい。どうすればいいですか。助けてください。かくまってください。お願いします。お願いします。かくまってください。お願い。僕にも何か言ってます。怖い。リスナーだ。ラジオネームジャイアントツインテール。あ、ジャイアントツインテール。あ、すごい。あ、そうなんだ。どういうこと。あ、すごい、高校の時から僕のラジオ来てくれてるリスナーなんですよ。今こんな仕事してんの。お前バカだね、お前はマジでダメだって。この仕事してたら、なんか親さ、なんか道具の仕事してるっていなかったっけ。継がないと、お前親父さん悲しむぞ、バカタレが。お前行け、仕事やめて、継げ、バカタレだね。あ、わかんない、リスナーには強くいけるんですよ。オーター。